バルセロナの洋服屋さんとかがある方に。教えてもらったお店にちょっと行ってみようと思います。あった去ったあった去ったなんかハンドメイドのヘッドアクセのお店に来ました。アンドレアI was going to say, if you want to tag the picture, in Instagram is Andrea Vientre. Oh, yeah. You will see the little logo. Okay, cool. You want me to try? Yeah. You can take a picture of her when I do it, if you want. Mm-hmm. Yeah? You can do it. うん、おいやすごい量だな。ちょっとじっくり見てみる。はい。あでもこの辺群馬のとか。すごいヴィンテージショップばっかりでした。お昼っていうかちょっと夕方だから休憩。すごいなんか想像してるスペインのお家って感じの道でかっこいい。ザ・スペインっていう街並みっていう街っていうか家の住宅街っていうかね、洗濯物は結構さ干すだね、はい、ねスペインはなんかなんかこうねこういう干し方の、うん意外と結構隠してる大きいものは。そうね。そうであとはバルセロナすごい気をつけてないからこういうふうに持ってこうやって歩いてます。OK。 じゃーん。なんとアメリカ製のバンダナがスペインで売ってることすら珍しいのにクッキーと下鼻ゾウさん2つでなんと5ユーロでした。激安ラッキ ー、 イエーイ。スケートスポット見に来ました。でちょっと久しぶりにイメトレした方がいいかもしれない。ヒグさんの友達に教えてもらったヴィンテージショップ良さそう。オリジナル。今ね、イモちゃんに教えてもらったその
歴史館に一緒に来たんですけど、予約してたのに全然入れなくて、こんなにも激混み。どんだけ美味しいか楽しみです。マルガリータスペインでモデロが飲めるってやばいね。やばい。だってここに入るまでトータル10BOX YouTube ここに入るまでさ、めっちゃ待った、もっと待ったと思う、うん、1回他のお店行って戻ってきて、名前書いて他の店行って戻ってきて、うん、それでもまだまたかかるっていうから他のお店行ってようやく帰れたみたいな。どんだけ美味しいんだよみたいな。そうでもメキシカンフードらしいです。でもね、すごいね、真っ赤な店内、真っ赤な店内。いもちゃんモデロありました。ね、スペインで飲めると思わなかった。